皆さんこんにちは、どうもちろでーす。私さ、もともとノーファンデ民族だったからさ、ファンデーションを手当たり次第いろいろ試してるんですよ。最近ね、買ってる化粧品ほとんどファンデーション。そんなファンデ難民の私に、今回ハリアスさんからご提供いただきました。ありがとうございます。でね、今回はちょっと一味加えたいなと思いまして、ハリアスさんを使っていきながらメイクをしてチャンディーに勝負を仕掛けていきたいと思います。まあここチャンディーの家なんですけど何のこっちゃわかんないと思いますけど、まあ見ててください。ジーンジュルちゃん、では早速こちらハリアス、ハリアスクッションファンデーションになります。こちらですね、なんか化粧下地の役割も果たしてくれるらしいんで、そのまんまいきたいと思います。ね、見てほしい、これ噂のね、三角型なの。これいいんだよね、これ超塗りやすいやつ。ハリアスのめっちゃ特徴的な部分って、このファンデを塗ることでスキンケア効果があることなんだよね。どうスキンケア効果があるのかと言いますと、ちょっと読ませてね薬用シワ改善美容液、薬用美白美容液、薬用アクネ美容液、薬用肌荒れ防止美容液を揃えた12薬で、美容液成分が 95% 配合されてることらしいです。え、シワ改善とかやばくない？ファンデーション塗ってだよ。肌荒れ防止もしてくれるってやばくない？え、もうスキンケアじゃん、これ塗ってる子だけで。もはや。ねえ。カラバリはね、2色展開で、ベージュとオークルで、今回私が使ってんのはベージュの方になります。なんかさ、ほんとね、ごめんだけど、ちょっといろいろファンデーションを使ってきたけど、最近ね、スキンケア効果があるやつってカバー力ってどうなのってぶっちゃけ思っちゃわない？版画を塗ったんですけど、こっち塗ってないんだよ、こっち塗ってるよ。え、めっちゃちょっと、え、マジでほんとにマジで輝き違くない？え、すごい、か、え、待って、かわいいって言おうとしちゃった。え、でも、すごくない？マジで。この感じをちょっと伝えたい。なんで回転してんだろうね。え、でも遠く離れても全然違うのわかる。え、マジすごい。これもね、ちょっと説明読ませてもらいたいんですけど、ファンデーションとしても機能的で、5つのポイントで肌の悩みをメイクでカバー。で、その5つのポイントっていうのが、光で隠して飛ばす。カラーパールでお肌の色をムラなく美しく。微粒子パウダーで滑らかに。美肌持続のロングラスティング効果。高 SPF PA らしいですね。なるほどね。光で飛ばしてるからこんなに肌が生き生きしてるような感じになるわけだ。え、てかさ、下地塗らなくていいとかめっちゃ楽だよね。こんなに肌が生き生きした感じにね、統一感もちゃんとあるし、ムラもなんかできてないし。すごいよね。まず、凄み。今のをさ、全部要約していくとさ、気になるところをカバーしながらスキンケア効果で美肌を目指せるってことでしょ？めっちゃ強いじゃん。じゃあね、このまんまちょっとメイク進めてって、メイク一回仕上げちゃいたいと思います。この間さ、なんかチャンディーがいないところで言うのもなんかあれなんだけどさ、チャンディーとね、旅行行ってきたの。チャンディーと4人で旅行行ってきたのよ。行きの車の中から、その運転してる人以外はもうみんなで酒飲んでて。やばいよね。もうお酒なんて飲む気全くなかったんだよ、私。急にさ、コンビニ寄っていいとかって言ってチャンディーが言い始めて、で、あ、いいよ、つって言って、なんかじゃがりこでも買うのかなとかと思うじゃん。ストロングゼロの缶にストロー刺して、うちらギャルじゃないとかって言いながら、なんか酒をね持ってきてね、そのまんまね、行きしなずっと酒飲みながら旅行行ったんだよね。着く前に一人沈没しちゃってそんなことあるみたいな。マジで運転してくれてる人に申し訳ないなと思いながら、もういっかと思って飲んじゃったんだけどさ、もう何しに行ったのか分かんない旅行だった、マジで。はい、という感じでメイクできました、イエイ。すごい綺麗な感じに仕上がってらっしゃるわ。でね、サンディちょっと来て、お座りください。今さ、メイクが出来上がったんだけど、もう暑いじゃないですか。これから梅雨の時期に入るわけだし、マスクでの生活だし、とにかくさ、なんかメイク崩れが気になる時期に入ってきたじゃないですか。今日ね、ハリアスっていうブランドさんを使ってメイクをしたのよ。ファンデーションなんだけど、その今日使ったハリアスっていうのが崩れにくいってところも推しポイントらしいの。ウォータープルーフ系で、マスクでも崩れにくいみたいな。
キンケア効果もカバー力もメイクしながらちょっと説明したんだけど、崩れにくさってさ、実際本当にやってみないとわかんないじゃん。今回はその崩れにくさっていうのをとにかく検証したいなと思って。でね、チャンディに今回お願いがあるんですよ。ガチで崩しにかかってきてほしいっていうお願い。わかりました。ジーン、キュルちゃん。はい、っていう感じでちょっと髪の毛もちょっと軽くやってきました。で、どうしよう、何してくれるの、何してくれるのじゃ、何をさせる気ですか。まず踊ってもらいます。ダンス、そういうショーパブを思い出して。あっ私めっちゃダンス下手だからね。合ってる、合ってるのこれ。終わり。あった。踊れた？私に聞く？私が聞きたいんだけど、踊れてた？スキップしてる。でも汗かいてないからね、そんな崩れてないと思う、これは。うん、全然崩れてないわ。いい感じ、全然カバーされたまんま。次どうする？じゃじゃん！水鉄砲。これでこいつをしばきたいと思います。水鉄砲なんですけど。そんなつもりじゃなかったんですけどね。本当にやばいね。じゃあって一旦やんないで、ちょっと弱めからスタートしようか。いいで、ぜ、あの、3、2、1言ってね。さあ、ドゥブーッ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 。あ、すごい水弾いてるくらい。タオルを干してね、様子見ていきましょう。え、本当に取れたのかな。え、マジで取れてないよね。え、ちょっとあの、もうちょっと乱射してください。ダメ、出てたこれ。見ていきましょう。どうでしょう、取れてる、取れてないよね。え、多分取れてなくない、マジで。え、だってもうツヤ残ってるもん。ちょっとここまで来るとさ、なんかもう無理にでも落としたくなってくるよね。マジで、そう、海行けんじゃん、マジで。プールとかね。そうだよね。というわけでですね、ハリアスさん、絶大的な信頼感が得られたと思うんじゃないかと思います。概要欄の方にハリアスさんの方のね、URL 貼ってあるんで、よろしかったらそちらの方見てくださーい。イェイ！ちゃんといじめてくれてありがとうね。どういたまして。はーい、終わりでーす。